最年間の玉座にて、皇太子殿下ご誕生報祝天覧武道大会を観戦する昭和天皇天覧試合とは、日本の天皇が観戦する武道やスポーツ競技の試合のこと、皇族が観戦する試合は対乱試合と呼ぶ、相撲においては、神話の時代からの歴史がある。明治から昭和の太平洋戦争以前にあっては、剣道や柔道の天覧試合が知られ、 他の競技では1929年に野球の総形戦が展覧試合として行われている。太平洋戦争以後は1947年に都市対抗野球大会、1950年に総形戦で展覧試合が行われた。ついで1959年に行われたプロ野球の試合が歴史的イベントとして記憶されることとなった。また、昭和天皇が好んだことから、 天覧相撲は、東京場所の観戦という形で1955年以降、ほぼ毎天覧相撲も参照アマチュア相撲では、昭和天皇並びに、高淳皇后が1963年10月29日に、山口県で開催された第18回、国民体育大会相撲競技を天体乱した例、あるいは天皇昭人と皇后道子が1993年に、 香川徳島両県で開催された第48回国民体育大会の相撲競技や2002年12月8日に国技館で行われた第51回全日本相撲選手権大会においてベスト16以降を天体乱した例などがある。天皇皇后方の最後の天体乱は2019年1月20日の1月場所8日目天乱かぶと割り最年間及び 昭和天覧試合も参照1895年に京都で結成された第二本部特会は当初試合のほとんどなかった武術の剣術の劇みや柔術の乱取り試合を上乱にしようとして作られた団体であった。その後剣道や柔道の天覧試合が行われ、中でも1940年6月、紀元2600年記念行事の天覧試合は盛大に行われた。 この記念大会の行われた柔道、剣道、剣道において昭和天覧試合という場合、これを指すことが多い。1959年6月25日、高楽園球場で読売ジャイアンツ対大阪タイガース第11回戦、いわゆる伝統の一戦が天覧試合として模様された。昭和天皇並びに、郝淳皇后が高楽園球場のバックネット裏気品席に来場し、 19時より試合は開始された。この模様は日本テレビと NHK 総合テレビにて全国制中継が行われた。なお日本テレビ向けの放送は本来はナイターの場合20時からの放送であるが特例的に19時から放送を開始し日課ウイスキーの一社協賛で中継し当日の新聞広告にも当時の定時番組スポンサーへの配慮を掲載した。当日は 関係者は皆緊張しており、例えば、水原信弘巨人監督も朝にドミを清め、口数も少なかったという。また、当日の高楽園球場では、鳴り物応援が禁止されており、球場の雰囲気も普段に比べとても静かであった。先発投手は、巨人が藤田元次、阪神が小山真明とエース同士の対決であった。試合前には両チームの監督、コーチ、 選手全員が内野付近に一列で整列し、貴品席に現れた天皇皇后に一礼をしてから試合が始まった。試合は天の取り合いとなり、3回表、阪神が大山自らの敵地打で先制点を挙げる。その後5回裏、巨人が長島茂雄と坂崎和彦の連続本塁打で逆転すると、6回表、阪神が三宅修士の敵地打と、 藤本勝美の本塁打で4から2と逆転する。7回裏、巨人は、大貞田春の本塁打で同点に追いつき、阪神は、新人、村山実をマウンドに送る。同点のまま9回に入った時には21時を過ぎて、いたが、天皇、皇后が、野球観戦できる時刻は21時15分までで、あったため、延長戦に突入した場合は、天皇は、 試合結果を見届けられず、途中退席になる可能性があった。しかしながら、21時12分、9回裏、先頭バッターの長島が、レフトポールギリギリにさよなら本塁打を放ち、5から4で接戦に終止符を打った。長島はこの試合を選手として、最も印象的な試合としている。天皇、皇后は、試合結果を見届けた上で、球場を後にした。天皇の観戦は、 プロ野球が日本を代表する人気プロスポーツとしての地位を得たことを示す契機と言える。神、小山、村山巨、藤田勝る、藤田杯、村山本、神藤本12号巨長島12号、坂崎5号、王4号、長島13号審判、急審、島、累審、津田、国友、円城寺、外審、富沢、佐藤天覧試合開催の経緯。 編集2005年2月9日に NHK 総合テレビで放映された、その時歴史が動いたの中で展覧試合について取り上げている。同番組による経緯は以下の通り、当初から巨人阪神戦で展覧試合を開催するという決定ではなく、パシフィックリーグでも展覧試合を開催したい意向があった。昭和天皇は水道橋方向を眺めていた時、あの明かりは何か と自重に尋ねると、プロ野球のナイター試合でありますと答え、関心を示した。それを伝え聞いて、絶好の機会にしようと考えた、巨人軍のオーナーでもある、読売新聞社社主、勝利木松太郎が、野球人気を高めるためには、展覧試合を開催することが必要だ。それも巨人戦で特内庁に交渉するように命じた。1959年1月、 正力と部下が宮内庁と交渉をすると宮内庁は単独の球団での要請では動けない。球界全体の相違が必要と答える。それ以後、パリーグに気づかれないように交渉するも昭和天皇の公務の関係でスケジュール調整が進まなかった。一方、パリーグ側も映画試社会に昭和天皇を招いた。 大英社長の長田正一が、当時自らオーナーを務めた毎日大英オリオンズ。西鉄ライオンズの試合を展覧試合にするように、毎日新聞の公室担当記者を介して説得した。同年6月19日、区内上から正式な回答があり、6月25日午後6時45分、ご質問。プロ野球ご観覧のため高楽園球場にお出になられますと、 正式に同日の巨人阪神戦を展覧試合とすることになった。長田は神がプロ野球をご覧になるのは球界のためにも名誉になる。ごたごたを起こすわけにはいかないと語り、オリオンズの試合ではないことに意義を言わなかったという。試合当日、パリーグからは試合の解説として当時の連盟会長、中澤藤岡唯一参加した。当時のエピソードとして勝利期ともに、 天皇の側で観戦していた、後楽園、スタジアム社長、真鍋八代は、勝利期が、長島にホームランが出そうだから、見ていようではないか、と真鍋に囁き、その予想を見事的中させ、このシーンを望んだはずの党の本人が一番、信じられない面持ちで突っ立っていたと話している。その他、編集試合後、両チーム関係者に、恩師のタバコが配られた。これ以降、 プロ野球公式戦では、展覧試合は行われていない。太平洋戦争後、日本野球界において、初の展覧試合は、1947年8月3日の第18回都市対抗野球大会の開幕戦、第2本土木と8日物産戦であった。当時は、プロ野球よりも、学生野球、社会人野球の人気が高かったことから、同大会では、開会式に、 昭和天皇をはじめとして皇族6人が列席するなど華やかな雰囲気に包まれて開会式が取り行われた。1969年の第40回都市対抗野球大会準々決勝の日本生命富士重工業戦が大会2度目の展覧試合となり昭和天皇並びに皇順皇後,后が観戦した。その後社会人野球における 天覧試合は途絶えて久しかったが、2014年7月29日の第85回都市対抗野球大会決勝の能運輸富士重工業戦を天皇昭人及び皇后道子が6回表から観戦した。天皇が都市対抗野球を観戦するのは皇太子時代の1959年第30回大会準々決勝の 倉敷零四マイナス大昭和製治戦以来55年ぶりで、皇后は初観戦となった。サッカーでの展覧試合として初めて挙行されたのは、1947年4月3日、明治神宮競技場での東西対抗サッカー、対抗試合である。当日は、神宮競技場に昭和天皇と皇太子昭日親王を迎えて、東西の精鋭選手による試合が行われ、 両軍譲らずにから2で引き分けたという。この展覧試合がきっかけとなり日本サッカー協会に天皇杯が可視されることとなった。その後、1999年12月26日の第79回天皇杯全日本サッカー選手権大会で天皇、秋日と並びに皇后道子が準決勝の名古屋グランパス8対カシアレイソル戦を観戦。 平成14年6月30日の2 0 0 2に FIFA ワールドカップ決勝戦のブラジル対ドイツ戦も観戦した。秩父の宮ラグビー場の貴品室にて日本選手権を観戦する天皇昭人と皇后道子2014年2月23日に開催された第51回日本ラグビーフットボール選手権大会2回戦を天皇昭人と皇后道子が観戦した。 ラグビー公式戦の展覧試合は、これが、初となった。なお、観戦を行ったのは、神戸成功隊ヤマハ発動機戦の後半のみであり、東芝隊、なお、週刊誌の報道によれば、展覧試合には、俳優の大沢隆夫が訪れており、神戸成功を応援していたという、2016年6月25日に、東京スタジアムで開催された、ラグビー強化試合日本対スコットランド戦を、 後半開始から天皇、秋人、と皇后美智子が観戦した。日本国内でのラグビーフットボールの国際試合が天覧試合となるのはこれが初であった。なお、日本代表のマレサウは前述する2試合にフル出場している。また、キズブシも前述する2試合に出場している。1975年10月5日、訪米中の昭和天皇並びに皇順皇后が ニューヨーク州、シェイス・スタジアムにおいて、アメリカンフットボール NFL ニューヨーク・ジェッツ、ニューイングランド・ペートリオッツを観戦。天皇賞天覧競馬を、参照2003年12月22日、天皇・明人と、皇后・智子が、国立代々木第に競技場にて開催された2003年度天皇杯、全日本レスリング選手権大会を観戦。当日は、アテネオリンピック代表選考会として、 女子の逸話4階級の決勝戦が組まれており、天皇、皇后はこれらの試合を観戦した。日本のボクシング史上唯一の天覧試合、アマチュアボクシングでは2013年10月7日、近城天皇、皇后両陛下が、日野市民の森触れ合いホールで、ジャブフ、日本ボクシング連盟就寝会長さんレアカの解説で、第68回、国民体育大会ボクシング競技を観戦。 少年の部、ライトフライ級とフライ級準決勝合計4試合を観戦。プロボクシングでは、前例が皆無。ありがとうございます。